旅人さん、パイモンさん、お待ちください。あれ、アヤカ？一つ頼みたいことがあるのですが、ご心配なさらずに。今回の依頼はシャブ業や神里家とは関係ございません。私個人のお願いです。個人ってことはプライベートなことか？はい、私のお母様に関することでございます。突然で申し訳ないのですが、このことはあなたにしか頼めません。先日、古い蔵の中からお母様が残した手記を見つけました。そこにはお母様が書き留めた様々な指示が記されていたのですが、その中に私の聞いたことのない人名が頻繁に出てきていて、とても気になるのです。お母さんの友達じゃないか？はい、両親が亡くなってからすでに何年も経っているとはいえ、関わりがあった人物については私もお兄様も大抵は存じております。ですので、この名前も聞いたことのないお方が非常に気になるのです。ぜひお会いしてみたいと思い、手記には相手の名前は椿と書かれていました。お母様から高く評価されていて、個性的で遊び心あふれる方だったようです。聞いた感じ、女の人の名前だな。はい、その女性に会ってみたいのです。じゃあオイラたちは何をすればいいんだ？人探しか？いえ、手記には彼女の住所が記されていましたので、直接そちらへ赴けばいいでしょう。旅人さんに依頼したいのは、その一緒に手土産を用意していただきたく思ったからで、それと先ほど言ったことはどうかご内密にお願いします。もともとこのようなことはお兄様と一緒に対応するべきなのですが、今お兄様はとても忙しく、それにこの地にいる他の者にはこのことに関わらせたくないと思いまして。はい、あなたは礼儀作法に詳しく、人を思いやる心を持った優しいお方です。それにとても頼りになりますし、あなたといると安心できます。おお、手土産の用意ならオイラたちも手伝えるぞ。報酬はそうだな、うまいもんをごちそうしてくれるだけでいいぜ。それはよかったです。もともとこの機会を利用してお二方と一緒に歩きたいと思っていたのです。よろしければ一緒に行動しましょう。もちろん、いいよな。ありがとうございます。では早速出発しましょう。まずは小倉屋へ。おお、行こう。とても穏やかな気候だ。ここに長く住むのも悪くない。まだ稲妻の賑やかで面白い場所に行ったことないぞ。違います。
私はただお祭りは稲妻でよく行われているので、私たちシャブ業の者はすでにそのような風習に慣れていると言いたかったのです。この時期になると稲妻の民たちは皆お祭りに参加します。それと同時に治安維持も難しくなり、もちろんお祭りは賑やかで楽しいものなのですが、私たちにとっては心配すべきことでもあるのです。仕事ばかりに気が入ってしまい、話がそれてしまいました。すみません。私が行きたかったのはその隣の店舗です。この看板を見に来たんじゃないのか。じゃあ早く店の中に行ってみようぜ。新しいお着物ちょっと見ていきませんか。あら、神里様に異教のお客さん方、小倉屋へようこそ。布地と着物のあつらえ、どちらをご所望で。こんにちは。こちらに着物の裁断図があるのですが、見ていただけないでしょうか。おお、裁断図なんか持ってきてたのか。どれどれ。おや、これは。見ての通り、こちらはとても素晴らしい裁断図じゃないですか。神里様、この着物をあつらえたいということでよろしいでしょうか。はい、お願いします。神里様がうちに来て着物の注文をするなんて、小倉屋にとってとても光栄なことです。ただ少々厄介な問題がありまして。その着物を作るには芸商花で作られた絹が必要なんです。稲妻にある絹の多くはリーユエコーから輸入されたものなんですが、今は神里様も知っての通り、稲妻は今鎖国状態にあります。正直なところ服飾界隈も大きな影響を受けています。高級な布地が手に入りづらく、着物のあつらえも長いこと保留にしてきました。しかしお客さんがご自身で布地を持参できるのでしたら、着物を作ることはできますよ。自分で布を買わないといけないってことか。小倉屋ですら手に入らない高級布地、一体どこであれば買えるのでしょう。万国商会に行ってみてはどうですか。彼らは大陸各地に店舗を設けているので、私たちより多くのツテを持っていますよ。価格は少し高いかもしれませんが、このような時代ですので欲しいものが買えるだけで十分ですよ。稲妻で服を作るのはこんなに大変なのか。確か万国商会ってクリスのところだよな。そういえばオイラたちもうずいぶん離島には行ってないな。ということはどうやら万国商会へ行ってみる必要があるみたいですね。ありがとうございました。布地を買った後にまた来ます。その前に少しお願いがあるのですが。彩香のやつ、こそこそと何の話をしてるんだ。あ、はい、わかりました。ではよろしくお願いします。いえ、そうかしこまらないでください。正直我々小倉屋もすでに長いこと絹を使った着物を作っていません。それにとても綺麗な裁断図ですし、私も皆さんと同じでとても楽しみなんです。ありがとうございます。では私たちはこれで、旅人さん、パイモンさん、万国商会で私たちの運を試してみましょう。
難攻不落。失礼。神里流消滅。踊りなさい。岩山八九。天道万象。ついていきます。次の仕事はついていきます。
この仕事は排除するべきですね。断罪の名において桜かがき、にゃっ、失礼。あの人が無事でいられますように。今回は姿を見せよ。天理チョーク、剣女盤石、黒き翼よ。くれー、ここまで。恥ずかしい。雪を前、勝ちだ。
剣女盤石風雪の縮図召喚化粧天道ここにあり夜の権限部外者禁止瑠璃のように落ちなさい、はい、天道万象難攻不落失礼おさわり禁止神里流消滅天理チョーク盤石断罪の名におい雪を前夜の権限岩王帝君のために天道万象剣女盤石踊りなさい腐れ桜吹雪天道、ここにあり召喚化粧ついていきます瑠璃のように落ちなさい答えなさい、姿を剣女盤石
ここが万国商会です。万国商会、クリスを探すんだったよな。いないみたいだから周りを探してみようぜ。あそこ、クリス会長だよな。ええ、あの方で間違いないかと。どうしましょう。クリスさん、どうかなさいましたか。あなたは神里家の綾香様。こんにちは。それに旅人さんも、お久しぶりです。近頃は離島から離れたみたいですね。以前はどうも。あなたのおかげで私たちの商売もまたうまく回り始めました。あれ、ところで、なんでこんなところでぼーっと突っ立ってたんだ？何かあったのか？それが、お恥ずかしながら、万国商会の貨物が牢人に奪われてしまったのです。中にあった貨物とは何だったのですか？高級な絹です。何年か前にリーウェから大量の絹を仕入れ、ずっと倉庫に保管していたのです。近頃稲妻城にある着物店の絹がそろそろ底をつけるとの情報を耳にしまして、これを売って商売をしようと思ったのですが、まさかそんな時に、あの浪人たち、貨物を奪うとそそくさと森へ逃げていきました。私も被害届を出そうと思ったのですが、あなたも知っての通り、私たち外国の商人はあまりよく思われていません。勘定奉行の方々は私たちの話を全く聞かないどころか、もっと不運に見舞われればいいとさえ思っているでしょう。私も個人的に勘定奉行のやり方は認めていませんが、それでもここは稲妻です。クリスさん、発言にはご注意ください。あ、申し訳ございません。つい愚痴をこぼしてしまいました。今のところ良い案も思い浮かばず、我々商会の人間だけでは貨物を取り戻すことも難しい。この損害はきっと運命によって定められた避けようのないものだったのでしょう。正式な手続きはできませんが、遺失物の回収を手伝うことはできます。そうですか、やはり。はい、しかし個人名義でこのことに対処するとはいえ、私の一元一行は多かれ少なかれ社奉行と神里家の印象に関わってくるでしょう。そのことだけが少々不安ですので、このことはどうかご内密に。それと、人生において困難に直面したとき、必ずしも誰かが手を差し伸べてくれるわけではございません。あなたの万国商会という立場を鑑みて、私から助言がございます。不必要な損失を避けるためにも、今後はより一層注意を払っておくべきでしょう。はい、必ず。しかし、お手伝いいただけるのはありがたいのですが、これではあなた方に面倒をかけるのでは。万が一勘定奉行のお方があなたに対して何かよからぬ考えを持っていたら、それにあなたは民衆の間でも高い評判を持つお方、我々のような一般人のために損害を被る必要はありませんよ。ご冗談を。何を言おうと、私は上里家の長女、勘定奉行の方たちに私の行動を言及する資格はございません。おお、なんて気迫感じる発言。これが両家のお嬢様ってやつか。クリスさん、
貨物が奪われた具体的な時間、場所、そしてその者たちの特徴を教えてください。ありがとうございます。なんとお礼を言ったらよいか。時間は2時間前、場所は。皆さん、私と一緒に現場まで行き調査をしましょう。よし、出発。皆さん、ここが私どもの襲われた場所です。地面に何かあるぞ。これは足跡。天道万象、剣女万弱。
Hey!